はい、上ちゃん TV へようこそ。今回はですね、ちょっといつもと違うお話になります。アマゾンの話になります。アマゾンのですね、ちょっとした、まあ、トラブルですね、のお話になります。これはですね、私の話になります。私のトラブルの話になりますので、現実に起こったトラブルをですね、皆さんにですね、ご紹介しようということなんですね。まあですね、今ね、もう本当にショッピングサイトっていうのはもう本当山ほどありますよね。もちろんまあアマゾンね、楽天市場とか、ヤフーショッピングとか、ヨドバシドットコムとか、もう本当に言い出したらキリがないですね。もう昔からあるんですけども、価格ドットコムとかね、まあいろんなその安いところをですね、ピックアップしてくれるという、まあこう便利なサイトもありますけども、もう本当便利な時代になりましたよ。まあ今はね、ネットで買い物なんてね、当たり前なんですけども、まあ昔はね、テレビショッピングとか、あ、今ではありますね、テレビショッピングね。それとかですね、まあ昔は通販の本とかね、まあ送られてきてですね、それをこう見てですね、一番最後に、流行ってる、まあハガキみたいなものを変えてですね、そして送るというようなこともありました。で、私の子供の頃にはですよ、少年ジャンプの裏にですね、なんかこう、いろいろこう広告があったんですよ。で、私はですね、トレーニングジム、ウェイトトレーニングのジムを買いました。はい。裏にこう書いてあったんでね、ちょっとね、ムキムキにかっこよくなりたいのみたいなね。まあこれね、多分中学生か小学生、まあその中学生ぐらいだったと思いますけども、はい、これ買いましたけどね。それとかですね、スパイグッズ。スパイグッズ皆さん知ってます？スパイグッズ、もうこれね、もう男の子の心をこう揺さぶるようなグッズだったんですけども、例えばね、書いてもこう、なんていうかな、つかない、書いてもこう書けないペンがあったんですよ。でもこれはこう水につけるとですね、水につけるとこう浮き出てくるような、あ、そういったものとかですね、それとかですね、水につけると溶ける紙とかね、これは一体何に使うんだっていう風なね、まあそういったスパイグッズもありました。これは、まあスパイグッズはちょっと夜店で買ったかなちょっと忘れましたけども、まあね、そういったものもね、ちょっとね、あったという話なんですね。もうほんとね、昔はやっぱね、子供騙し感満載のものってこれいっぱいありましたね。ということで、もうこれ買って、まあ買ってというか、まあ振り込んだら送ってこないとかですね。それとか、もう買ってみたらむちゃくちゃ変だったとかね。まあそれは昔はもうすっごくありました。もうただ、今はもうほとんどありませんね。ほとんどないです。アマゾンとかでもですね、まあそういったことはもうほとんどありません。まあもちろんこれはね、大手のサイトの、ショッピングサイトの話になるんですけども、まあ、トラブルといえばですね、昔、もう半年ぐらいになりますでしょうか、個人で運営されているサイトですね、Amazon とかじゃなくても全然もう個人で運営されているサイト、そこでですね、なんかね、ガラクタばっかり売ってるんですよ。なんでこんなガラクタばっかり売ってるのかなと思ったんですけども、その中にね、私がね、昔から探しているものがありまして、それをね、まあ、購入したんです。はい。まあ、検索でその商品がそこに、検索で引っかかったんで、その個人のサイトをこう見たということなんですけども、本当にね、ガラクタばっか売ってるんです。でも、もうそれもう見つけたんで、それもう購入したんですけども、ポチってですね、振り込んだんですけども、全然送ってこないんです。もう全く送ってこないんです。もう未だに送ってこないんですよ。でもね、やっぱね、その時は、メールとかしてですね、いろいろこうしたんですけども、全然音沙汰もない。いう感じなんですね。会社の概要を見てもですね、日本人の名前しっかり書かれてあってですね、まあ本当かどうか分かりませんけども、まあ本当ね、ただちょっとなんか怪しいという感じのものでもありました。でもね、ちょっとね、代引きにすればよかったんですけども、まあね、ちょっとね、それはね、振り込んでしまいました。今もなんかね、ネットショッピングでもうクレジットで払うっていうのはもうなんかこう当たり前のようになっててね、昔はね、ちょっとね、用心して、来た時に払う代引きとかね、そういったものを使ってたんですけど、今はね、なんかね、ポン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 なんかこうやってます。まあそういったことでね、こういった、まあトラブルも発生してくるということなんですね。ただ、今回はですね、大手ショッピング、アマゾンです。アマゾンですよ、アマゾン。アマゾンでの返品トラブルと、返金トラブルということなんですね。はい、それもですね、人気が高い商品なんです。人気が高い商品ということで、これね、商品名はちょっと口では出しません。これ、こう、
画像だけです、これね。画像だけ。画像だけ。ね。画像だけしておきます。もうこれはね、なんでかというと、私が悪いのか、向こうが悪いのか、ちょっとね、わかんないからです。わかんないから、ちょっともう名前は、口では言いません。こう画像では出しますけども、口では言いません。もうほんとね、個人出品ならわかりますよ。アマゾンでも個人出品のところはですね、もうね、ちょっと用心します。でも、まあ、これ、大手の会社ですからね、グローバル企業です。ですので、まあ、そんなことはないだろうと思って、やったんですけども、まあ、ちょっと怒ったんですね。で、さて、本題です。やっと本題です。何があったのかと言いますと、まず、2023年4月の14日にですね、iPhone 14-13 用ブラックのケースを買いました。これケース買いましたね。これ買いました。ただ、送られてきてですね、こう、装着したんですけども、なんかね、違うんですよ。ということで、あれ?と思って調べたら、私のスマホはですね、iPhone 13 Pro なんです。iPhone 13 Pro。で、買ったのは、iPhone 14、まあ14、まあ13用やったんですよ。iPhone 13用のケースだったんです。あちゃー!やってしまったと。やってしまった。違うのをポチってしまったということなんですね。これはもう私が悪いんですよ。私が悪いんです。ですので、もう本当にね、あちゃー!やってしまったと。これはどうしようかということで、はい、返品手続きしました。返品手続きをしました。で、はい、これですね。はい、返送期限というのがありまして、2023年5月の17日までに手続きをすれば、送り返せばいいということなんですね。ヤマト運輸、営業所に持ち込みということで、持ち込むわけですよね。で、返金の見積もりというものがあります。5299円のものがですね、4799円ということになるんですね。どうかなと、アマゾンが相手も受領するとすぐにアカウントに反映されますということで、これはですね、ちょっと計算してみましょうか、ちょっと計算してみましょうね。はい、ということで、500円ですよ、500円。どう思います、皆さん。私はね、500円なぐらいなら、いいと思います。500円です。例えばですね、これ、送料はどっちだったかな。ちょっと送料ちょっとどっち、私が払ったのか、それとかもう、無料でこう送れるのか、ちょっと忘れましたけども、500円。自分が間違えてですよ、返品するんですから、そら、500円ぐらいはね、そりゃ仕方ないですよね。はい。手数料とか、もう向こうもただで働いてるわけでもありませんし、こっちが勝手に間違えてですよ、もう向こうに全部もう5299円、もう全部渡せとか。そんなことはね、ちょっと私はもう、そこまでは言いません。そういったサイトもあるかもしれないです。あるかもしれないですね。でもそこまでは私は言いません。で、500円、もう仕方ないと。自分が間違えたんだから、それはもう仕方ないと思います。思って、はい、手続きをしました。ヤマト運輸に持ってってですね、ちゃんとですね、それに従って、向こうのね、こう、返品の、マニュアルみたいなのがありますから、それを見ながらですね、ヤマト君に頼んでですね、お願いしますと言ってですね、500円、もう仕方ないと思いながら、それもお願いしますと言いました。それと、はい、返品をリクエスト済みということで、返金処理済みとなりました。いくらでしたっけ ?4799 円。でですね、返金していただけるなら、それはありがたいということで、もう本当ね、よかったということで、はい、金額、返金手続きが来ました。ダン、2147円。4799円じゃなかったの ?2149 円ってどういうことだよ。どういうこと皆さん。あれちょっと待ってくださいよ。4799円じゃなかったの、なんで2100、2000、2000いくら ?2149 円になってる。
おかしくない？おかしいでしょ。もうね、もうね疲れました。もう疲れました。ヤマト運輸に行って、そして返金したかなと思えば、あ、半額以下しか返ってこないし、もうね、もう本当これ疲れました。もうジーヤ眠ってもいいかな。ありがとうジーヤ。バイ神代つい。株とか、俺は笹生堂の株とか、違った、株との笹生とか、もう本当にね、もうねこれね、8000円のケース、おろろおろろおろろ、俺はもう円ヤバかと、俺は円ヤバかということですよ皆さん。あのね、5299円、それはね、私間違えましたよ、間違えましたけどもね、返金価格4777円でしたっけ。まあそれで提示されてるのに、実際返ってきたのが2140違ったいくらでしたっけ、2149円ですよ皆さん。これね、どう思われます。私が悪いです。それはね最初は私が悪うございました、本当に。でも提示価格とね、もう実際のやつが違ってたら、これはダメでしょ。もう本当にもう3回言いましたよ、もう5回ぐらい言ったかな、もうダメでしょ、これやっぱダメでしょ本当に。ということで、何、半額以下になりましたけども、半額以下になったよー、なったよ皆さん。どういうことなん。実はこれね、あのマイナンバーカードのマイナポイントで買ってるんですよね。あぶく銭ですか、あぶく銭ね。あ、でもなんかね、最近マイナンバーカードのなんかこう、まあいろいろ事件というか、まあ不具合起きてますね。でもね、あの健康保険証のですね、あの不正利用を防げるならですね、私はね、それはもうしゃあないと思います。本当にね、ものすごくあるらしいですよ、本当にあの不正利用、そういったものをですね、防ぐためには私はね、いくらでも協力します。そしてマイナーポイントいっぱいもらえます。ということで、まあ、マイナーポイントでこう使ってるんでね、まあ、ポイントで返ってくるということで、はい、マイナーポイントで、まあ、ポイントペイペイポイントですかね、に返ってきました、ということで、これをですね、使ってですね、まあ、購入したということなんですけども、はい、ということで、まあね、返金トラブルありました。で、まあ5299円のものがですね、まあ、8000いくらとなりましたけども、8200円か300円か、まあありになりましたけども、そうね、ありましたけども、まあ見てください、このケース、はい、このケース、いいでしょうね。もうこれならね、正直言いますけど、この商品ならね、私ね、8000払ってもいいです、正直言って。それほどやっぱね、この商品は本当に素晴らしい商品でした、でしたじゃねえや、素晴らしい商品です。ということで、私ね、これね、企業案件でも何でもありません、このね、このケースのまあ、手先でも何でもないですね、ただ惚れ込んだという、まあ、ユーザーの一人ということですね。まあ何が言いたいのかと言いますと、皆さん返品はご用心、まあ、ということなんですね、はい、返品するときはですね、本当に注意してですね、やられたらいいかなと思います。実際ね、予防方法はありません。予防方法はありません。だっていいですよって言って実際が違うんですから、これも予防送っちゃってんですか、もう。でね、これね、レビューとか、それとかですね、あと、直接、アマゾンでは、なんていうかな、直接メール送ったりもすることもできますので、そういったものをですね、活用すればいいかなと思います。私はそれやりました。でも、全然、もう、落とさたもなし。ということで、ということなんですけども、
ほんとね、もうこうなったらね、どうしようもない、泣き寝入りってことなんですけども、まあ泣き寝入りですよね、これはね、しゃあないね、もうこれは本当に泣き寝入りです。はい、ということで、本当に皆さん、こういったものですね、注意しようがありませんけども、注意してください。はい、ということで、まあ次回もね、これで終わりますけども、次回もね、まあ、何かありましたら皆さんにね、お伝えしていきたいと思います。というか、あ、これね、今度あれしようかなと思ってるんですよ。ヤフーのウォレットの解約方法、難しいんですよあれ。なんでヤフーってお問い合わせの電話がないのね。もうほんとね、これね、で払わなかったらなんとかリストに載るんですよね。なんだっけ、クレジットなんとかっていうのがあるんですよ。それ乗るんですよ。そしたらですね、傷がつくということで、傷がつくとですね、ローンとか組めなくなるんですよ。そういうとか保険とかね、そういったものがですね、ちょっとでダメになるんです。ということで、そういったものを回避するためのですね、方法をですね、皆さんにお伝えしようと思います。これは私また実録です。また自分がやったことなんですね。ということで、それをですね、皆さんにお伝えしようかなと思います。できなかったらもうちょっと違うことをします。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね。